粘土母さんこと高田佳代です。オーブン粘土で人形を作ってます。可愛い子どもの人形やちょっと不気味な妖怪の人形などを作っています。縁起物などの人形も得意です。一番好きな妖怪はヌッペッポーという妖怪です。これが昔私が作ったヌッペッポーですが、腐った肉の塊の妖怪です。特に悪いことをするわけでもなく、ふらふらと臭い匂いを出しながら歩き回るというちょっとユニークな妖怪です。